西武写真印刷の青木と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。今回はすみませんから始まるおもてなしマップというアイディアをご紹介いたします。簡単に、こちらのマップサンプルなんですけれども、右側の、質問カードというのがこのアイデアの肝となっております。後ほどこの詳細についてご説明いたします。このアイデアを思いついたきっかけがこちらに表示されている、訪日外国人に実施された日本のここが残念というアンケートを見たことがきっかけでした。こちらのようにですね、言葉の不一致が、原因となった内容が上位に3つランクインしております。実際に寄せられた意見では、都内の駅は複雑で外国語の案内表示が非常に少ない、駅員も英語を話せず大変困った、店員に聞いても英語を話せない、説明しようともしないということが残念ながらあったようです。オリンピックを迎えるにあたり何とも不安な結果が、結果となってしまいました。英語が通じて当然と思っている外国人と話せない日本人との間に意識の差があるようです。次にご紹介するサザエさんの4コマ漫画がこの日本人と外国人のコミュニケーション問題を非常にうまく表現していたのでご紹介いたします。電車の中でいきなり外国人に英語で話しかけられた男性、まだ何も聞かれていないのに英語というだけで全力で会話を拒否しています。外国人男性と目が合ったマスオさん、マスオさんで言うとっていうところだと思いますけれども、でその後に話しかけるなと言わんばかりに顔を隠してしまいました。以上のことから想定される外国人と日本人のコミュニケーション上の問題を双方の側から挙げてみましょう。まず外国人側から1点目、話しかけられると露骨に無視されるということが残念ながらあるようです。もし反応してくれても声をかけただけで愛想笑いして避けられたり、ソーリーソーリーと言って逃げられたりしてしまうこともあるそうです。2点目、 Wi-Fi がつながりにくいので日本語でコミュニケーションを取ろうにも翻訳アプリが起動しません。またデバイスの電池切れの恐れもあります。3点目、これまで英語を話す外国人中心にお話ししてきましたが、日本人と同様英語を使わない外国人の方もいます。私自身このような方を応対した時に非常にもうコミュニケーションが難しくてめちゃくちゃ時間がかかりました。翻訳アプリなどがなければ英語のコミュニケーションよりさらに難しいことが想定されます。対して日本人側の問題点です。リスニング、スピーキングの問題のほかに自信のなさから来る心理的な問題も存在します。話しかけられて緊張してしまったり、恥をかきたくないためにコミュニケーションを拒んでしまうのだと思います。私がお世話になった外国人の先生は、生徒に教科書のような完璧な英語を話そうとするから余計に話せなくなるんだと、教えてくれました。彼は教える側から見て日本人はそういう傾向によく陥るというふうに言っていました。この問題を解決するコミュニケーションツールはないものか、それを考える上で下記の5つがポイントになるものがいいのではと考えました。1、相手の聞きたいことが一目でわかるもの。2、多言語対応であること。3、言葉だけでなく筆談やジェスチャーなどのコミュニケーションの間口を広げられるもの。4、日本人のために日本語で話しかけてもらうこと。5、電池切れ、電波の心配がない紙媒体を使用すること。これらの特徴を集めて考え出したものがすみませんから始まるおもてなしマップでした。それではマップの詳細をご紹介します。このようにお店のカテゴリーごとにマップやショップリストを作成します。右側にそのカテゴリー内で想定される質問が書かれたカードのページを設けます。カードはミシン目で切り取られるようになっております。それでは質問ページの右側の質問ページの詳細をご覧いただきます。
上部にマップのネーミングであるすみませんから始めてくださいと注意書きが入っています。あ、すみません。でカードおのおのにコミュニケーション方法の選択肢を広げるこの、言葉、筆談、ジェスチャーなどで教えてくださいという一文が入っています。筆談の場合はこのカードの裏か、このマップの端末に白紙のページを用意するのでそちらを利用してもらうことになります。質問を受けた日本人がすぐ分かるように日本語の質問が大きめにこちら書かれています。その下にこの同じ意味の多言語が書かれており、これはあの外国人側が、それで判断してその、質問のカードを切り取り日本人に渡すという、手段になっております。それでは実際の活用シーンを想定した漫画をご用意しましたのでご覧ください。教えてもらいました。こちらは秋葉原に行きたいアンさん。でも電車が動きません。アナウンスも日本語だけで状況がつかめません。スマートフォンが電池切れで頼りの翻訳アプリも使えません。今どうなっているのかこの人に聞くことにしました。たくさん書き込める白紙ページがあったのでここに書いてもらうことにしました。一枚のカードだけで別の生き方を教えてもらえたアンさん、このやり取りのページもいい思い出の品になりそうですね。はい、私の好きなもやさま町にお伝えしましたけれども、このように日本語で話しかけてもらいコミュニケーションの間口を広めたことで子どもから大人まで外国人の質問に対応することができます。筆談も可能ですので外国人だけに限らず耳の不自由な方もこれを利用対応が可能です。市区町村でこのマップを作成すれば商工会や自治体を通して市民にマップの存在と観光客への応対協力を要請できます。地域の方々の協力や、理解があればおもてなし力のアップ、イメージアップになり地域の収益の増加や活性化につながるはずです。そして、私たち印刷業者へのメリットも期待できます。行政などに対して2020年のオリンピックに向けたおもてなし力アップのを推し進めるツールとしての提案をし通ればそれが受注につながります。非常にシンプルで印刷業でに携わる方ならば誰にでもこのマップは作りやすいので、我々プロならではのセンス技術を生かしたこだわりのマップを販売し会社の収益につなげることもできます。またこの作成の取り組みが地域の新たな魅力のアピールなど CSR 事業の一環となり地域への貢献につなげることもできます。最後になりますが、英語が通じるからいい国、通じないからこの国はダメというわけではありません。英語ができないからできないなりに一生懸命心のこもった対応することが人の感動につながり素敵な国と呼ばれるようになるのではないかと思います。オーナーが日本語とジェスチャーのみで対応する老舗の旅館はスタッフのおもてなしや日本文化の体験が人気だそうです。また中国人の女性がインタビューで、中国対応のスタッフが増えてとても便利だけど日本に来たのに日本らしくなくて残念と言っておりました。日本語で対応することもどこかいいところがあるようですね。
今回ご紹介したこのマップ、日本旅行を楽しむ外国人の方のお手伝いがこのマップにはできるのではないかと思います。本日はご清聴ありがとうございました。